あなただけのストーリーをさらに鮮明に演出できるパワーツール、フィモーラプロのチュートリアルへようこそ。今回の動画では、動画のスピードを調節する方法、スピードランプとフリーズフレームの作り方、そして動画を逆再生するテクニックを紹介します。どれか特定の項目を視聴したい場合は、概要欄のタイムコードをチェックしてくださいね。スピード調節、クリップのスピード&長さを調節。フィモーラプロではいくつかの方法を使って動画のスピードを調節できます。一番早くスピード調節をする方法はレート調整ツールです。このアイコンをクリックするか S キーを押してツールを呼び出してください。レート調整ツールを使ってクリップの長さを伸ばしたり縮めたりできますが、クリップを伸ばすとこのように動画のスピードが遅くなり、逆に短くすると速くなります。より細かくスピードを設定するには、まず動画を右クリックして速度・持続時間を選択します。そしてクリップのスピードと継続時間の長さを指定します。ここでは 40% に設定してみましょう。これだと少しカクカクしている感じがしますが、これはソフトがスローモーションにした際の追加された長さを保管するために、いくつかのフレームを複製しているためです。スローモーションをかけるときは、スピードとフレームレートに注意しましょう。スローモーション&フレームレート、ベストスローモーションを演出する方法。スローモーション編集を行う際は、プロジェクトと編集中の動画のフレームレートを把握しておくことが重要です。プロジェクトのフレームレートは、エディタにあるギアアイコンを使って確認・変更することができます。インポートしたコンテンツの動画のフレームレートはメディアパネルから確認できます。スマートフォンや DSLR など多くの撮影デバイスでは異なるフレームレートオプションが設定できます。高いフレームレートの映像は長さを伸ばした場合でもプロジェクトに余分なフレームレートが含まれているので、スローモーションに最適です。高いフレームレートで撮影した動画でスムーズなスローモーションを実現するには、エディタ画面で編集する前にメディアパネルのフレームレートでプロジェクトのフレームレートを変更してください。例えばこのプロジェクトのフレームレートは 24fps です。この映像は 60fps で撮影されましたが、タイムラインにドラッグすると通常のスピードで再生できます。これをスローモーションに変更するには、メディアパネルクリップ右上のギアアイコンをクリックしてフレームレートに行き、ファイルからのチェックを外し、フレームレートを24に設定します。そしてエディタでこのファイルを開くと、映像がスローモーションで再生できます。スピードランピング、動画の途中で通常の再生からスローモーション、またはその逆を設定したい場合は、まず先ほどメディアパネルでスローダウンした映像を使い、スピードチェンジを行いたい場所でスライスツールを使ってカットします。次に最初の部分を右クリックしてスピードを上げて、クリップが通常のモーションになるよう設定しましょう。スピードアップする速度を確認するにはちょっとした計算が必要です。通常のスピードで再生するのに必要な加速の程度を割り出すには、元映像が撮影された時のフレームレートを編集時またはスローダウンした数値で割ります。元クリップの 60fps を編集で24にスローダウンしたため、この数値は 2.5 倍加速するか 250% に指定する必要があります。最後に選択ツールに移動し、映像間のギャップを調整します。これで完成です。もう少しスムーズな映像にしたい場合は、元映像をエフェクトパネルのテンポラルから速度エフェクトをかけます。まず最初に 24fps に変更されているこのクリップを元の再生速度に戻すため、先ほどと同様に 2.5 倍に設定します。スピードランプをかけたい場所にキーフレームを設定し、もう一つ別のキーフレームを1秒後あたりに作成します。そして2つ目のキーフレームを1に下げます。これでクリップがスムーズにスピードダウンされます。逆再生、フィモーラプロではクリップを簡単に逆再生することができます。このクリップを逆再生するには、エフェクトパネルのテンポラルから
タイムリバースエフェクトを選択します。これで映像が逆再生されます。フリーズフレーム。フィモーラプロでは2つの方法でフリーズフレームを作成することができます。一番早くできるのはフリーズフレームを作成したい場所でスライスツールを使ってクリップをスライスし、速度エフェクトをかける方法です。ここから速度を0に指定します。フリーズフレームの長さを調節したり、複数のレイヤーで構成された映像をフリーズするなど、よりフレキシブルに編集を行うにはコントロールあるいはコマンドプラス B を押してクリップをスライスします。そしてプレイヘッドを動かすことなくビューアパネルに移動し、オプションからフレームを出力を選択し、保存しメディアパネルに再インポートします。そして挿入したい場所に作成したフリーズフレームをドラッグ&ドロップします。こうすることでフリーズフレームの長さも調節しやすくなりました。以上、動画のスピード調整、逆再生、スピードランプとフリーズフレームを作成するテクニックでした。フィモーラ動画編集ではこれからも役立つチュートリアルを配信していきます。ぜひチャンネル登録してくださいね。